未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は、科学が発達した未来においてすでに来訪していた地球外知的生命体について、存在が明らかになった時どうなるかを考えてみます。未来において科学技術が発達し、地球外知的生命体の存在が確認された場合、社会や文化、科学の様々な側面が大きく変わるでしょう。国際協力と外交の重要性が増加する。未来のシナリオでは、地球外知的生命体の存在が確認され、これにより国際協力と外交の重要性が前例のないほどに増加します。まず、異星の存在を知ることで、人類は共通の興味と不安を抱え、異なる国々や文化はこれらに共通のアプローチを模索する必要が生まれます。この新たな認識に基づき、異星との交流や研究プロジェクトが展開されるでしょう。これは単なる科学的興味だけでなく、宇宙資源の利用や異星の技術の活用など、地球外知的生命体との共同プロジェクトにおいて国際協力が求められるからです。国際社会は異星との平和的な共存を目指し、外交手段を通じて異星の文明とのコミュニケーションの基盤を築くでしょう。これには異星の言語や文化を理解するための研究が含まれ、国際的な連携が不可欠となります。異星の生命体との外交には、異文明への理解や尊重が求められ、国家間の協力と交渉が地球外との関係構築において鍵を握ります。また、地球外知的生命体との関わりに伴い、新たな宇宙法や倫理の必要性が浮き彫りになります。異星の資源の利用や宇宙空間での行動に関する国際的な協定やガイドラインが整備され、これに基づいて異星との共同利益を追求することが期待されます。宇宙探査とコロニーの構築。未来の宇宙開発では、地球外知的生命体の存在が判明し、これが宇宙探査とコロニーの構築に大きな影響を与えるでしょう。この時代には最新技術を駆使した新たな宇宙探査機や有人宇宙船が活用され、異星との接触や異星環境の調査が積極的に進められることが予測されます。宇宙探査の進展に伴い、異星の惑星や衛星の詳細な地形や大気、地質の調査が行われるでしょう。これにより、異星の資源や持続可能な環境が発見される可能性があり、宇宙探査機が新たな知見をもたらすことが期待されます。さらに、有人宇宙船を用いた異星の探査が展開され、科学者や宇宙飛行士が異星の表面に着陸して、詳細な研究を行うことが想像されます。これにより、異星の生態系や地球外の資源の有用性についての情報が得られるかもしれません。宇宙コロニーの構築も注目される分野です。有人宇宙船やロボットを活用して、異星の惑星や衛星に人類の居住地を築く試みが本格化するでしょう。これには持続可能な環境の確保や生命維持システムの開発が必要であり、人類は新たな居住地での生活に向けた挑戦に立ち向かうことになります。宇宙コロニーの構築には異星の資源の活用が重要な要素となります。地球外の鉱物資源やエネルギー源を利用することで、人類は地球に依存せずに宇宙空間での持続可能な生活を築くことが可能となります。また、異星での農業や資源採掘など新たな産業が生まれることで、人類は宇宙における経済基盤を築く可能性もあります。異文明との交流。未来の異文明との交流は、地球外知的生命体の存在の確認により人類にとって画期的な出来事となるでしょう。異星の文明との初めての接触は、新しい知識や文化の交流が待ち受けている
未知の冒険への扉を開くこととなります。異文明との交流には異なる言語や文化の理解が欠かせません。独自のコミュニケーション手段や価値観を理解し尊重することが求められます。このため言語学や異文化研究が重要な役割を果たし、異性の生命体と円滑な対話を築くためのプロトコルが整備されることが予想されます。異性の生命体とのコミュニケーションの難しさは想像以上であり、言葉だけでなく視覚や感覚を含む広範な要素が考慮されるでしょう。異文明との交流は言葉の壁を越え、互いの文化をリスペクトしつつ共通の理解を築くことが求められます。この異文明との交流においては異性の生命体が持つ知識や技術の共有も期待されます。異なる文明がもたらす独自の科学や芸術、哲学に触れることで人類は新たな視野を開かれ、文明間の協力や共同プロジェクトが進むことでしょう。特に異性の高度な技術や進んだ文明が持つ可能性には人類の進化や未来への展望が結びつくことが期待されます。異性の生命体との交流は宗教や哲学にも大きな影響を与えるでしょう。新たな宗教的視点や哲学的アプローチが生まれ、異性の存在がもたらす人間の存在意義や宇宙における位置づけが再評価されることでしょう。これにより人類はより広い視点から自己を見つめ直す契機を得るかもしれません。宇宙法と倫理の構築。未来において地球外知的生命体の存在が確認されると、宇宙法と倫理の構築が喫緊の課題となります。これは異性との関係構築や宇宙活動において国際社会が共有すべき原則やガイドラインを確立する必要が生じるからです。まず第一に、異性との平和的な共存を保つために宇宙法が整備されるでしょう。異性の資源の利用や宇宙探査に関する国際的な協定が必要とされ、これに基づいて国家間の活動が規制されることが期待されます。これにより競合や紛争を未然に防ぎ、異性との協力を進めるための法的な基盤が築かれます。宇宙法の中で特に重要なのが異性の生命体とのコミュニケーションや交流に関するルールの確立です。異性の文明との接触に際しては相互尊重や異文化理解が促進され、平和な協力がなされるようになります。異性の生命体との交流が円滑に進むために、異なる文明とのコミュニケーションにおける共通の原則が明確化されるでしょう。一方で異性の知識や技術の利用においては倫理的な観点も考慮されます。異性の文明が持つ高度な技術や文化的な要素は人類にとって新たな可能性をもたらす一方で、悪用の危険性も伴います。このため異性の資源や技術の利用においては倫理的なガイドラインが必要であり、国際的な規範が守られることが期待されます。宇宙法と倫理の構築においては、異性との共同研究やプロジェクトが進む中で生じる様々な課題に対処する枠組みも整備されるでしょう。例えば異性の技術が人類の進化に寄与する場合、公平な利用やアクセスに関する原則が策定され、異性との協力が互恵的かつ持続可能な形で進行することが保障されるでしょう。新たな科学的発見と技術革新。未来において地球外知的生命体の存在が確認されると、新たな科学的発見と技術革新が加速することが期待されます。この歴史的な出来事は、人類が未知の領域に挑戦し、異性の知識や技術を取り入れる新たな時代の幕開けとなるでしょう。まず、異性の存在が判明することで、宇宙物理学や天文学において革命的な進展が予測されます。異性の惑星や星系に関する詳細な情報が入手され、新たな宇宙理論や現象の理解が進むことでしょう。また、
異星の生命体が持つ可能性により、生命科学や進化論にも新しい視点が導入され、人類は自らの存在に関する真相の問いに迫ることが期待されます。異星の技術は人類の日常生活や産業にも大きな変革をもたらすでしょう。異星のエネルギー源や持続可能な技術が地球に導入され、エネルギー問題や環境課題の解決に寄与することが期待されます。また異星の生命体が持つ高度な医学やバイオテクノロジーの知識が医療や健康分野において新たな治療法や技術の開発につながるでしょう。異星の文明との交流により人類は新たな材料や素材の発見も期待できます。異星の資源の利用によって地球上の資源不足や新素材の開発に対する解決策が見出され、産業界は効率性や持続可能性の面で大きな飛躍を遂げるでしょう。さらに異星の生命体が持つ通信技術や情報処理に関する知識は人類の通信手段や情報技術の進化を促進するでしょう。新たな通信プロトコルや高度な暗号技術の導入により情報のセキュリティが向上し、異星とのコミュニケーションがより安全かつ効果的に行われることが期待されます。宗教と哲学の変容。未来において地球外知的生命体の存在が確認されると、宗教と哲学は大きな変容を遂げるでしょう。この歴史的な出来事は、人類が宇宙という新たな次元に直面し、従来の宗教的信念や哲学的枠組みを見直す契機となります。まず、異星の生命体との接触が宗教に与える影響は複雑です。多くの宗教は地球に焦点を当て、人間を宇宙の中心に据えるものでしたが、異星の存在が確認されることで宗教的視点が拡張されるでしょう。異星の生命体が持つ文化や信仰に触れ、人類は宇宙全体における宗教的な意味を再検討することになります。異星との交流が進む中で、宗教的な信仰においては新たな神話や神秘的な要素が加わる可能性があります。異星の存在が神聖なものとして捉えられ、宗教的な神秘体験が異星とのコンタクトを通じて進化することが考えられます。また、異星の生命体自体が宗教的な信仰対象となることもあります。一方で、宗教の変容には対立も含まれるでしょう。異星の存在が一部の伝統的な宗教的信仰に逆らうものであれば、信者たちの間で対立や葛藤が生じる可能性があります。しかし、これによっても新たな宗教的な洞察や理解が形成され、異星の存在が人間の宗教体験に深い影響を与えることでしょう。哲学においても異星の存在がもたらす新たな知識と視点が重要な変化を引き起こすでしょう。従来の地球中心的な哲学的アプローチが見直され、宇宙全体における人間の位置や存在の意味が再考されることになります。異星の知識に基づいた新しい哲学的アイデアが生まれ、宇宙と人間の関係についての深い洞察が獲得されるでしょう。異星の文明との交流が進む中で、個々の哲学や宗教が多様性を保ちつつも、異星の存在に対する共通の理解が形成されることが望まれます。これによって人類は新しい宗教的哲学的なパラダイムに導かれ、異星との関わりが宗教と哲学の発展に寄与することでしょう。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。